はい、どうも皆さんこんにちは、フクレとユッキーとハテナとメイクです。今回は今から電車でなんか昆虫展に行こうと思います。あ、昆虫展です、昆虫展。あ、今からずっと喋りません、多分終わりまで。まあ、だからどこにあるかは教えませんけど、今からちょっと、行きたいと思います。内側にお下がりください。まあ、分かる人は分かるかもしれないけどね。じゃあ今からちょっと喋るかもしれないけど、ちょっと無言みたいなもんでやっていこう。あ、ちなみに今からね、電車に乗りますね。あ、車で何分くらい。あ、そうか、ハテナさん、ありがとう。あ、多分ちょくちょく喋ると思うんですけど、まあ、ちょくちょく喋ると思うんですけどね、まあ、昆虫展行くぞよ。まあ、昆虫展行きます。はい、切符は一応買いましたね、切符。イエーイ。はい、切符ですね。切符を手にしてしまった私たちは最強ぞ。最強というより電車乗るだけのアイテムなんですけどね。花蛇いたよ。花蛇？花蛇ですか？あ、お知らせあげる。花蛇がいたそうですね。あ、今いましたね、多分。ここですね。ここに、待って、ここにいます。多分、花蛇ここにいますね。あ、います。います、います、います。ほら、います。ちょっと。逃げましたね。逃げましたね。ちょっと、こっち。電車来るかな？あ、来ますね、電車。まあ、ちょっと電車来るまで探しますか。多分あと1分ぐらいで来ますけどね。あ、来た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 。おっと、来た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 。ここに隠れました。電車来ました。電車来ましたけど、まあ乗る電車ではありませんね。じゃあちょっと電車来るまで探しますか、僕たちが乗る。アスナロー鉄道っていうのは電車というか、まあ線ですね、線。はい、違う電車。あ、今のは違う電車っすね。ここにいっぱいある。座の中に入れた。結構でかかったな。うん、でかかった。あれ、おっさ。え、でも、え、腹黄色くなかったですか？確か。ゲットに上げて、多分乗る電車ではないですね。まあ、お客様が降りてきましたので、まあ、とにかくね。電車です、電車。今一瞬なんか親子の人の顔が映りましたね。ちょっと今一瞬。このヘビって飼うの難しいんだよ。まあ親の人は大丈夫ですよ。下手すると逃がしてしまうし。ヘビやった。今一瞬顔映ったと思うんですけど。まあ親の人なんで、まあ僕たちの顔ではないですね。鼻マス。鼻マス。鼻までマスクつけないですよ。まあ鼻マスの人はね。予防とか全くの無理なんで、やった方がいいと思います。アスナロー鉄道。あ、幅が狭い。あ、アスナロー鉄道に乗るんですけど、幅が狭くて有名ですね。親の人の情報によると、線路ですね、これ。うん、本当に狭いですね。マッチ箱かな。うん、マッチ箱と呼ばれています、多分。まあちょっとね、さっき僕がね紹介し
なんか顔写ったって言った親の人ですね。まあ、女性なんですけど。いや、僕の母です。なんかね、ちょっと。教えたって、あれ、聞いたの、旧車。教えたって、旧車。流星、あれ、旧車よ。聞いたの、旧車、あれよ。あれ、旧車よ。見える？あれ、高いやつ、あれ、旧車よ。ハット、旧車。なんかちょっと駅で待ってる人の声がうるさいですね。まあそれはね、みんなね、まあ覚え通りに動けるわけではないんですよね、人の。だからそこら辺は仕方ないと、ね、まあ、とにかく車で間違いますか、駅が。芋押しですか。芋虫や、なんか変わるわ。まあ、私ユッキーも、まあ、撮りたいと思います。ユッキーさん、今から撮り始めます。僕してるんで。じゃあ、次の撮りますね。こう、いますね。ちょっと、ねこれ芋虫入ったわ。いいとこない。あれ、もう電車来るかな、多分。さっき電車来たんで来るかもしれませんね。来ます、多分。お、電車、あれかな、僕たちが乗る電車は。うん、と一緒に下がりますか。このなんか停止の音です。あ、来ますね、多分。暑いから早く電車に乗りたいの。来ましょうか。来ますか。来ました。あ、来るの。あ、はい。電車です。はい。お前手を引くか。分かった？電車に乗るのさすがに他の人にもちょっと迷惑かかんないように、ちょっと今から静かに行こうと思います。はい、じゃあ乗車していこうと思います。電車に乗ったことはあるんですけど、まあ、ちょっとここまで乗ったのは初めてですね、ちょっと。君、僕が今乗ってるのは初乗ろうってそうです。結構最近、ヨガチプニプニ、まあ、今日、ワイプ範囲が来ましたよね。まあ、2500円。まあ、明日もログインすると、まあ、合計5000ワイポイントぐらいもらえるんで、まあ、まあ、今ホロライブのコラボやってると思うんで、まあログインした方がいいと思います。まあ次のイベントまで貯める人がいるかもしれませんけどね。ちょっとここから静かにしていきますか。まあちょっと喋るかもしれないんで、まあ、喋った場合はちょっと、あ、この人喋ったーって思ってみてください。ありがとうございます。四日市です。
この電車はこの駅までです。新鉄線は乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。でもう着く、もう着きますね、多分。あ、もう着きます。赤ちゃんの鳴き声が聞こえます。赤ちゃんも鳴きだと思うんです。とにかく電車をよく着いたんです。電車降りました、はい、早速迎えに行こうと思います。迎えに行っていいかも、一見間違える可能性あるかもしれないですけど、間違えた場合本当にすいません。電車の中にバッタいるなんて初めて。電車の中にバッタですか。うん、いました。いました。びっくりしたからちょっとね持ってて、あの外で逃がしたわ。逃がした。めっちゃ飛んだ。10メートルぐらい飛んだわ。10メートル。人10人分か。まあ2メートルしたら5人分。ピーカチピーカチ。ちょっとこの動画途中でなんか消える時もあるか、まあ、まあ、途中でね、まあね、動画が途中で途切れる可能性もあるし、ここに入れるんだよ、そうか。もういいやったらここ入れといてね、ちょっと。はい、どうぞ。ピッピ入れました。はい。ちょっとピッピ入れます。あ、ビーバーのやつ。ピッピ入れると、こっち分かる。ちょっとガシャポン。ガシャポンポン。見て。買えない。高い。5000円持ってる。仮面ライダーの質問がありますね。あの昆虫も見せたいでしょ。昆虫、昆虫、昆虫も見せよ。昆虫、あ、ヘゼルさん、そう、昆虫が定番なんだから、早く行くよ。ちょっとね、ヘゼルさんに、ね、昆虫、あの昆虫目的に見せた言われました。こんなところにお店があるなんて、ね、見ていこうと思います。ビールです、ビール、ほら、めっちゃでかいっす、ビール。向かっていきますか。さっき場所言わないと。実は四日市ですね、実は。はい、四日市です。おー、あ、四日市って都会っぽく見えるけど、実は田舎なんですよね。あ、でも四日市は住みやすいんでね。とにかく昆虫店に向かっていきますか。昆虫店どこですか。あの昆虫店どこですか。ねえねえ、どれもさ、名前書いていい。名前書いていい。ハテナさん、ハテナさん、ちょっと今から名前変えそうです。なんて名前にするんですか。魔王ハテナ。魔王ハテナ。いや、そんな変わってない。何回なんだ。何回です。まあ乗ろう、まあ、ちょっと乗りますか、一回エレベーターに見せてください。あれ、なんかさっきカナヒビなんかね、でも家にも3匹、2匹ぐらいいる。ちょっとバス通りだけど。え、どっち？電車の中乗ったバス。電車の中乗ったバス。あれ、バッタじゃなくてイナゴだよ。イナゴ、ちょっと飛び跳ねちゃダメですね、エレベーターの中では。ちょっと止まる可能性があるんで。ちょっと、魔王ハテナさん、そこはね、ちょっと。ごめんなさい。そんなことがあるなんて。あります。ありますね。着きました。ちょっと無印かな、ここは。無印入ってきました。無印。あ、ね、目当てはね、昆虫店なんでね。まあね、
電車とかね、さっきね、ちょっと缶中で向かう、まあ今まではちょっと茶碗って思ってくださいね、皆さん。さあ、茶碗からちょっと。ちょっと向かっていきますか。まあ、今茶番なんで、ちょっと茶番じゃなくて、茶番じゃないって言いますわ。あ、痛い。今、ヘジドさんとリクトノムさんがまあ喧嘩してたんですけど、僕が今止めましたね。はい、どうしました？コーチあったよ。お、え、世界のコーチ言うてんの？え、待って、昆虫店やん。一回行ったことある、まあ、昆虫店なんですけど、一回行った。待って、ブルーブルー、ジュラシックワールドのブルーだ。ジュラシックワールドのブルー、バッベータベータ。こっから、あの、茶番じゃないです。あと、今からちょっと喋るかもしれませんが、ちょっと半分無言でいきます。クワガタ、ショーチンが来ますね。うわ、食べてます。カブトムシ、イラの音、うん、ちょくちょく顔が映ってるかもしれませんが、親とかなんか いとこの、あ、言ってません、あの、いとこといとこの、まあ、顔なんで、ちょっとまあそこら辺はね、まあね、うん、ちょっと僕たちの顔じゃないんで、そこら辺はちょっとよろしくお願いします。誰やねんって思うかもしれんけど、はい。何ですか？私、はい、魔王ハテナ。魔王ハテナ、私が足りたい。やっぱ大丈夫かもしれない。どっちですか？足大丈夫、大丈夫、うん、電話してくる。誰かが私のファンデがあって、時間長いこんな感じです。無印です、今来てんのが。ここに虫が脱走してない。あ、虫はいませんよ、多分。これからも商品なんて触れませんけど、グリーンのある気がし、何かってどういう意味ですか？何ですか？飲みたい。ね、土を使わないという。アクアボット2号、へぇ、
を使わない多肉植物だって。お、すごいですね。ちょっと魔王ハテナさん写真撮るそうなんですけど、ちょっと今からヘラクレスを浮かぶとですね、ちょっとね、今から写真撮るんで、ちょっと写真撮るところは隠します。はい、ちょっとね、はい、ヘラクレスが全然見えないから、ちょっと2人が前に行ったら、はい、ヘラクレスが入らない、うん、ちっちゃい子、ここ前、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 はい、ちょっとね、21分ですよ、今でこの動画。よし、今日1時間いくかもしれない、ね、確かに、そうっす。はい、はい、チーズ。うわ、痛い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 。ちょっと、はい、オッケー。ちょっとね、敬語じゃない場面が入る時もあるかもしれませんが、本当にね、まあ、敬語この人は使わないんだって思っといてください。思っといてください。バカなんですけど、2個を取ったら大クワガタと大クワガタか26クワガタ、はい、1個取ったらヘラクレス、1個1頭だったらヘラクレスなんだよ。この昆虫店、あの現金じゃないと入れないそうですね。まあね、今まあちょっと誰が見てるかわかんないんですけど、まあもしかしたら親御さんだったら、あのまあペイペイとか、まあクレジットとか使いません。だから現金持ってきてない場合とかも、まあちょっと。ここ入場できますね。まあ、はい。ちょっと顔が映るかも。というか途中で動画切れたら、まあ、後編みたいなのを作ります。今から30分になったら、ちょっと
後編作ろうと思います、この動画の。よりそしてきや、ちょっと僕はどんぐらい36度4分じゃあ頭36度3分なんで手の方が熱い、ね、今頭の温度測ったんですけど23度24.3かな。サブちゃん、いや、ホンちゃん、サブちゃんじゃないです、ホンちゃんか、ホンちゃん、サブちゃんの機能ですね、これ。サブちゃんの機能ですね、これ。あ、はい。あともうすぐで前編が終わる。あ、これ後編もありそうなの。いや、後編あります。後編あるよ、あるよ、あるよ。先お土産でも見ていきましょうか。まあさっき見たんですけど。